なしだよ、制作ビジネスチャンスをむしろ与えてあげるんだよ。ちょっと直接会いに来いよ、これ。やべ、DK の人どうしようね、どうしよう。言うとりだ、さらに決定中に。はい、皆さん、こんにちは、井上正弘です。ピンクの特撮です。今日は何をするかというと、皆さんね、多分一番気になってると思うんですよ。このピンクの特撮の制作費どうするかっていう話。まあ、このままだと、まあこのピンクの特撮、まあちゃんときちんと制作したいんですけど、まあ、もちろん何かあったら僕なんとかするんですけど、まあスポンサー探しっていうのはね、ちょっとずっと裏ではやってたんですけど、まあ、ことごとく、お蔵入りになっております。まあ、今日はまあ前からちょっと前にちょっと知り合いで、でまあアニメ会社とかをまあやってる方の元に行きます。時間がですねそろそろなんで、もうそのまま行っちゃいます。行きましょう。なんかこういう感じ初めてだよね、多分。ピンクの特撮史上なんか本当こういう感じないですよね。まあどうなるか。よいしょ。あ、はい、どうも、お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっとお伝えしてた YouTube マシでも大丈夫ですか？大丈夫ですよ。 ありがとうございます。はい、ということで本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、まあ、ちょ軽くお話ししたらと思うんですけど、今ピンクの特撮っていうプロジェクトで動いてるんですよ。見てます、見てます。ちょっと新しい YouTube 初の新しいヒーローものを作れればなと思って、あんまりお金的にはちょっと苦戦してるっていうところもあるんですよ。でこの前にそのスポンサーさんもちょっと探そうかな、探さなきゃいけないなと思って何件か回ってるんですけど、まあ、あまりいい回答を得られてないというか。なるほどね。まあ、そこはまあ、ご存知のとおり僕もアニメ会社をやっているので、はい、まあ、やっぱりお金集めは昔より全然しづらいなっていうのは肌で感じてます。アニメ作られてるじゃないですか。特撮って作んないのかなと思って。特撮は、はい、実は一回作ったことがあるんですよ。ところがその完成まで至らなかったっていうのが正直なところで。いつ頃なんですか、それ作る。もう3年から5年ぐらい前になると思うんですけど、撮影期間は1年か2年あって。あ、撮影はしたんですね。しました。で編集段階まで来てて、 でもそのちょっと監督さんと揉めていて、うん、今世に出せないような状態で。なるほど。あ、ちなみになんですけど、その AIC ライツさんは過去どんな作品作られてるんですか？その AIC ライツっていう会社自体はそんなに歴史があるものじゃないんだけど、はい、その AIC ライツの前になったアニメインターナショナルカンパニーっていう会社があって、はいはいはい、それはものすごい歴史が長くて、僕がもう中学生ぐらいの時からオリジナルビデオアニメーションっていうのが出来上がった時に真っ先に参入して、でそれですごく人気が出た会社なんですよ。はいはいはい。まあ、具体的には今でもファンが多いそのマクロスっていうテレビ番組があった時に。ああ、なんか名前聞いたことあります。今でもシリーズがついてる、はい、マクロスのスタッフが監督も含めて全員そのままスライドして作ったメガゾーン 2-3 っていうオートバイが変形するアニメがあるんだけど、すごいじゃないですか。それは今でも人気が多くて、めちゃくちゃクオリティ高そうですね。そうそう、もう一回見てください、ぜひ。僕今日ここに来たのはですね、はい、このピンクの特撮のバジェットを大きくするためにその協力してくれる企業さんを探してるわけですよ。うんうん、協力してくれませんかっていうところでちょっと本日来させていただきました。まあ一回失敗してるからないや、そこをこうやるんですよ。うん、でもそのまあ説教するわけじゃないんだけど、はい、やっぱりそのスポンサーをそのもうちょっと頑張って探すべきだとは思う。いや、でもなかなか言い出しづらいところもあるじゃないですか。うん、だってましてや僕が出るやつにスポンサーしてくださいって、うん、まあ、なかなかねこう協力してくれる人少ないですよ。分かんないです、 いるかも分かんないですけど、まあ、僕は言うのを不足してるのかもしれないですけど、うん、井上君の話を聞いていて、はい、ちょっとねその違和感ではないんだけど、うん、すり合わせが必要かなと思った部分っていうのがスポンサーとは何ぞやっていうところで、
おそらくその舞台とかの協賛とかで、はいはい、あの考えてるから言いづらいんじゃないのかなと。例えばね、舞台で物販やってるじゃないですか、はいはい、まあ、僕もあの井上くんのブロマイドを買ったりしてますけど、ありがとうございますそういうところがアニメだとそれぞれ分かれてるんですよ、スポンサーさんがやることが。だからその劇の中では、物販もやれば、その板を作って売るのもやれば、あのクラウドファンディングも自分たちでやるし、あのシナリオとか出版するのも自分たちでやるし、うん、っていうのはあのアニメの場合にはそれぞれその業者さんたちが自分たちでその商品を作る権利をもらうために先行してお金を払う、権利分配みたいな感じ。そうそうそう、そういうビジネスなので、はい、何が言いたいかというと、頼む方は別に気にしなくてもいいわけですよ。それはそれぞれの企業さんがそのお金を入れたで権利料とかで回収できるかどうかっていうのをまず自分たちで考えるし、うん、プラスアルファとしてそうやってグッズとかそういった自分の本業の方でそれをどう使えるか、例えば服屋さんだったら T シャツ作れるなとか、音楽屋さんだったら主題歌だったらちょっとヒットするかなとか、そういう革算用をするだけのことだから、うん、お願いしに上がるんじゃなくてビジネスなんで、どうですか私の企画をあなたのところで活かせませんかと、なるほど、一緒にやりませんかっていう話だから、遠慮する必要は全くないビジネスチャンスをむしろ与えてあげるぐらいの気持ちまあそうですね、それはすごいなんか勉強になりました。あれですよね、なんか今の話を踏襲するとですよ、はい、僕がお願いするんじゃなくてこういうビジネスモデルどう思いますかっていうことを僕は聞けるってことですよね。ってことは僕は今この大村さんに話すってことは、こういうビジネスモデルがあのいいと思いますか悪いと思いますか、一緒に乗ってくれますか乗ってくれませんかっていう感じのお願い、ジャストそれでいいってことですよね。まあそう言われてしまうとまさにね、入った妻飲むなよって話になってくるわけで、まあ毎回失敗してるからなどうしようかなっていうところでまあ井上君だから正直なことを話をすると、はいはいはい、ぶっちゃけこういう言い方はファンには良くないかもしれないけど、うん、まあ、自分はどうしてもそういう商売してる側なんで、はいはい、商売になると思います。あ、そうなんですね。中国でビリビリ動画登録されてるっていうのを聞いたんで、はい、今80万人います登録。いやそれ聞いて凄まじい数だなと。いやいやいや、ありがとうございます。中国であのカメラで電気あるんですか。あのすごいです、うん、原神ってゲームがプロモーションビデオを出したんですよ、うんうんうん、そのプロモーションビデオ、うん、特撮なんですよ。お、仮面ライダーの完全パロディ。へえ、完全パロディですよ。それ見たことある。動画の中で仮面ライダーのベルト出てるんですもん、うん、マジでそこまでディエンドの銃出てますからそれ皆さん本当に見てください。あの超クオリティ高いんですよ。ちょっとね一回今見た方がいいですよちょっとなんかもうこれからしてちょっと仮面ライダーっぽいもんね、ロゴがちょっとそうですよね、うんうんうん、ストーリーは全然分かんなかったけど、はい、かっこいいのは分かったその井上くんが本気で作るんであれば商売としてはもう全然いけると思います。あ、もうちょっとマネタイズ部門もお願いしてもいいですか。まあやっぱそこに来るのかあとあのちょっと半分ぐらい出してください制作に。まあまあ半分権利もらえるんですよ。まあやるとしたらまあね、過半数は取った方がいいよねそりゃそうだよね制作面 もう全部です。なんなら出てくださいなんならなんならあの一緒に出てください。なんかすごいジャンプがあったね今いやいやないっすよ。僕はなんかいろんな人がいて作品できるのが面白いんで、ちょっとこうそういう人がいた方が作品にとって刺激になると思ってるんで。よし、じゃあ井上くんなりの熱い口説き文句を一言ください。何ですかね熱い口説き文句。そう、まあ、これ視聴者さんもそうなんですけど、このピンクの特撮成功するもしないも、もう一緒に一緒の船に乗りましょう。わかりました、ありがとうございます。やりましょう。やった。じゃあ AIC ライズさんはこのピンクの特撮のスポンサーさん、スポンサーと企画、スポンサーと企画制作、出演もお願いします。はい。あの今企画制作って言ったのはどういうことかというと、はい、その衣付きの制作と衣なしの制作っていう言い方をするんだけど、うん、はいはいはい、実際に、まあ、例えば役者として演技をしたり、アニメだったら絵を描いたり、そしてアフレコをしたり、そういったものを作品自体を作るのが
衣がない方の政策 で、うん、でそれを含めたもっと全体の例えばさっきの企画として誰さんに権利を譲りましょうとか、どういった商品展開の人だったら仲間に入れましょうとか、そういったものを衣付きの政策って呼ぶんですよ、はいはい、あの衣ありの方の政策という形でさせていただく、はい、政策委員会、そう、政策委員会を作るということで、はい、スポンサーも引っ張ってくるし他にね、わかりました、まあ、あとさっきあの役者っていう話があったんですけど、はい、その前回の失敗の一つがちょっと任せすぎちゃったっていうのもあって、あ、ね、現場に全然行かなかったんですよ、はい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 、だからそこがやっぱりちょっと監督と その意思疎通ができなかったところもあるし、どんな作品になってるかっていうところも、うん、やっぱりちゃんとそのもっとその真剣に興味を持ってやった方が良かったなっていう反省があるんで、まあまあ通行人とかで行ってこう見てね、どういう作品作ってるのかっていうのを肌で感じる機会っていうのはあった方がいいと思うんで、いやいや通行人じゃないですよ、通行人じゃないですよ、どういうこと、なんか通行人レベルでなんかちょっと作品背負ってるって言われるとちょっと僕も心配なんで変身しましょう、俺は変身しましょう、おっちゃんが、はい、おっちゃんが変身するの、結構今イケメン枠ばっかなんですよ、なんかそれ俺が案にイケメンじゃないってディスってるよね、いやそんなことないですよ、大人枠大人枠ちょっと、ちょっとなんか僕はちょっと当て込ませてください、これは僕のちょっと僕の権利で、まあちょっと想像もつかないんで何ともイエスともノーとも言えないんだけど大丈夫です、はい、まあじゃあお任せします、よろしくお願いします、じゃあ本気でやりましょう、よろしくお願いします、ああお願いします、ちょっと外れちゃったじゃないですかごめんなさい、いやでもこれから先どうなんですか、やっぱ一社で何とかなるもんなんですか、ならないですね、ですよね、いやうちだけでランボルギーニ買えって言われたら無理なんで、うん、そこは集めてきますよ、はい、なので、まあ、ちょっとこの動画を見ている、まあ、もしかしたら企業の方とか、まあこのまあ、今の話を聞いてスポンサーしてもいいよっていう方いらっしゃいましたら早めにご連絡ください、はい、早めであれば僕らもなんていうか、全然ウェルカムな、まだ窓口は広いんで、でもだんだん狭くなってくるんで、でいいんですよね、そうです今だったらいろんなところがまだ空いてるそうなんでていうかガラ空きなんで企業さん一緒にやりましょう、いやなんかすんげえ上から目線みたいな感じになってますよ、大丈夫ですか、いやいや上から目線じゃなくて一緒にやりましょうなんで、はい、ああ分かりました、ちょっとじゃ一緒にやりましょう、うん、じゃあマンション抵当に入れて借金してきますよろしくお願いしますじゃあもう今半ランボルギーニ埋まったんで、もう半ランボルギーニ埋まるのにちょっと皆さんよろしくお願いしますえらいこと起きちゃったなこの動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開、金会では月1で限定生放送もやってるのでよかったらぜひ入ってみてください、また別動画もよかったら見てね、チャンネル登録を忘れなく、次の動画でまた会いましょう。